はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は筋トレをやるメリットを4つにまとめてお話をしていこうと思います。もうそれぞれのね、結論っていうのはもう今見えている通りになるんですけれども、1つ目が頭脳とメンタルに効くと、2つ目が脂肪肝を改善する、そして3つ目に慢性痛を和らげる、4つ目に持久力が上がるというところですね。で、そもそも筋トレってなんで体にいいのっていうお話を前提に、それぞれ4つがどういった内容で良くなっていくのかっていうのをね、話をしていこうと思います。ということで、まず1つ目が筋トレは体にいいということで、まあ、改めてね、説明をするまでもなく、まあ、今すごく健康志向の方々っていうのが増えて、ジムに通っている人数っていうのも、まあ、ここ数年で爆上がりしているというところですね。そんな中、筋トレが健康にもメンタルにもいいっていうのは誰もが知っているところだと思うんですが、見た目が良くなるだけじゃなくてね、体がすっきり締まったりとか筋肉質になったりとか、女性の場合だったら筋トレをすることによって体が細くなるとかっていう、そういうふうに見た目が良くなるっていうだけじゃなくて、心もすっきりしていくのですから、やらないという選択肢はなしと。で、この今回の筋トレに関してでいくと、自重トレーニングもあれば、ジムで行うその器具を使ったトレーニング、すべての筋トレを含めてのお話になります。で、じゃあそんなやらないという選択肢がないくらい素晴らしい筋トレっていうのがどのくらい具体的にメリットがあるのかっていうのを、今日はね、4つにポイント絞ってお話をしていこうと思います。さあ行きましょう。ということで、まず1つ目が頭脳とメンタルに効くっていうことですね。筋トレとメンタルの改善ができているっていう実験っていうのは、確実に増えてきているんですね。で、今回3つ例を用意しまして、1つ目っていうのが糖尿病患者の人たちに週に2回から3回の筋トレをしてもらいました。そうすると6ヶ月間筋トレを続けてもらったことで、認知機能っていうのが大幅に改善されたと。で、日常で感じる気分、要は鬱になったりとか不安になったりとかっていう、そういうマイナスな気持ちっていうのが改善されて、プラスに物事を自然と考える力っていうのが身についたというところです。続いて2つ目に、高齢者の方々に週3回の筋トレを行ってもらいました。そうすると6ヶ月ほどで脳の働きっていうのも良くなって、かつやっぱり老齢になっていくと戦わなくてはいけない部分の記憶力っていうところもアップしたというところなので、やっぱり運動することで血流が良くなって脳に回る血液の循環っていうのも良くなるんで、その分記憶力を増すっていうことですね。ですので、筋トレは高齢者になってからでも効果は抜群にあるというところです。続いて3つ目に、軽い負荷の筋トレを継続的に行うことで不安症がめちゃくちゃ改善されたっていうことですね。だから例えばなんかね、バービル上げてとか、なんかデッドリフトやってとか、オーバーヘッドプレスやってみたいな、そのああいう器具を使った激しい筋トレをやらなかったとしても、例えば1日ウォーキング30分とか、そういった程度の軽い筋トレとか、まあ、あるいはウォーキングなので、まあトレーニング的なものですね、筋トレまでいかないトレーニングすることで不安症がめちゃくちゃ改善されたと。だから1日1回とか3回とか5回とか程度の腕立て腹筋背筋をやる程度でも OK というところですね。これが脳とメンタルに効くというお話でした。続いて2つ目、脂肪肝を改善するということなんですけど、日本でも激増しているのが脂肪肝というものなんですね、うん。で、そもそもこれ何かっていうと、肝臓がんとか慢性疲労につながる症状のことなんですが、成人の2割から3割は健康診断で非アルコール性脂肪肝と診断されると。だからお酒を飲んでない、健康的に過ごしているはずなのに、まあ、例えば油類を食べ過ぎとか砂糖類の摂りすぎとかによって、非アルコール性脂肪肝っていうふうに診断されてしまってますよっていうことです。で、この改善を行うために8週間、つまり2ヶ月ですね、筋トレを行った結果、脂肪の代謝っていうのが改善されたおかげで、脂肪肝っていうのは体重を減らさないといけないんですけど、筋トレをすることによって体重が減って、結果的に肝臓の数値も改善されるというところですね。ただ、勘違いしないでほしいのが、筋肉って実は脂肪よりも重いんですよ。だから筋トレを続けていくと、今例えば体重が60キロの人がなんか61キロとか62キロ、あれ筋トレする前よりも増えてるなって思う方もいるかもしれないですけど、それっていうのは脂肪が落ちて、脂肪よりも重い筋肉が身についたから60キロキープとか61キロ2キロってちょっとずつ上がっていっているっていうだけなので、だから60キロ筋トレをする前の60キロと筋トレをした後の62キロを調べ、例えば写真とかで見比べてみたら、おそらく62キロの方がすっきりしてるし、体つきもがっしりしてると思いますので、筋トレはそういう効果もあるというところですね。続いて慢性痛を和らげるというものですが、
いつまで経ってもなんか取れることない体の節々の痛みとかだるさって皆さんあるかと思うんですよね。なんか月曜日会社行きたくないなとかってそういう思いを持ってしまうと、ついつい体がどん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 だるくなってくると。でこれを週2回くらいのペースで筋トレを行ったところ、繊維性筋肉筋痛症の患者、要はもう体の痛みが全然抜けないような患者さんの痛みっていうのが15週間でマシになったと。15週間なので、まあ、約4ヶ月ほどの筋トレを週2回くらいのペースで行ったところマシになったと。で特にこれは女性に対しての効果が高いっていう効果もありましたので、女性の方でどうしてもこうちょっと慢性痛があるなと、なんか疲労が溜まってるなっていう方がある場合は筋トレをぜひやってみると。ただこれは筋トレだけじゃなくて、まあ、マッサージやストレッチ、針治療なんかって痛みを取るためにあれこれやって効果がない場合なんかにやってみてください。だからマッサージしたりとかストレッチをして、特にあの慢性痛とかないですよっていうような方だったら、まあ、筋トレまでする必要はないかなというふうには思うんですけど、まあ、とりあえずただマッサージとかストレッチとか針治療までをやる時間もないなということであれば、まあ、1日15分程度の筋トレとか、まあ、1日15回とか20回程度の、あのスクワットを腹筋あたりくらいを、まあ、とりあえず 2,3 ヶ月やってみるっていうのはありじゃないかなというところになります。そして続いて最後ですね、持久力が上がるというところなんですが、持久力を上げるためには、まあ、有酸素運動が大事だと。でその中にはランニングとか水泳などなどっていうふうに言われてたんですけど、筋トレで持久力が上がる効果っていうのはあるそうなんですね。で反対に有酸素運動を例えばなんか1時間とか2時間とかマラソンしすぎると筋肉が落ちてしまったりするなんていうデータもあったりするので、短時間で持久力を上げたいと、最近階段登ってたら息切れするなとか、なんかただ歩いてるだけなのにちょっと心拍数がいつもより上がってしまうなっていう方なんかっていうのは、筋トレをする、特に下半身の筋トレをすることでその持久力を上げるっていうのはありじゃないかなっていうふうに思います。僕もね、あの子供が生まれてからなかなかランニングに行く時間とかがなくって、まあ、持久力上げたいんでね、バスケットやってますから持久力上げたいなーなんていうふうに思って、まあ、時々、まあ、でも月1くらいしか行けてないんですけどランニングに行ったりはするんですけど、やっぱり普段からこの筋トレを15分から多い時で1時間くらい毎日やってるんですが、やってるおかげかなんかこう走ってもこうランニングをこう定期的に毎日週3、4回くらいやってたペースの時とそんなに変わらないで、むしろなんかちょっと場合によってはランナーズハイになって早いんじゃないかっていうようなこともあったりするんで、確かに筋トレをすることで持久力は上がってるなっていう実感は湧いているというところです。ということで改めて筋トレを行うことでね、メリットとしては頭脳が良くなる、メンタルにも効きます、そして脂肪肝改善される、そして慢性痛を和らげることもできるし、持久力も上がるというね、いいことづくめでございますので、ぜひ筋トレ始めてみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。